なんだよ寝てんのに。鴨野さん、鴨野さん。はいはい。いますよね。どんだけ連打してんだよ。鴨野さん。はいはい、出るよ、うるせえな。今お時間よろしいですか。しまった、訪問販売員かよ。私、古沖薬品の楠木夏実と申します。本日は弊社の新商品のご紹介に来ました。可愛い女を派遣すれば買うとでも思ったか。残念、貧乏人の家に来たのが運の月だったな。俺この後バイトなんで。ちょっと待って。うわー、何してるんですか。早くそれ引っ込めてください。じゃあドアを開けてください。って入ってるし。今回の新商品ですか。楠木さんって聞いてねえし。今ここで定期購入のご契約をすればこのお値段。無理。なんで、こんなにお安いんですよ。高いわ、こんなうさんくさいものに大金払えるか。だいたいそんな金払えたらこんなボロアパートに住んでねえよ。効果もわかんねえしよ。その効果についてですが、今ならサンプルとお試し体験がついてきますよ。お試し体験。お試し、お願いします。なあ、結局定期購入を契約しちゃったよ。しかも途中解約の倍、違約金が50万円ってどう考えても悪質じゃねえか。お、なあ、もう誰だよ。今のお時間よろしいですか。一度悪質な販売員から商品を買ったが、最後同業者に顧客リストが出回り、毎日のようにあらゆる悪質な販売員が。